小さいお子さんのいるママ、このアコーディオンプリーツとこの990円の GU のセーターコーディネートをおすすめしたいと思います。試着室はマジックボックス。皆さんこんにちは、スタイリストの五十嵐薫です。本年もどうぞよろしくお願いいたします。はい、というわけで本日はママコーデです。はい、小さなお子さんのいらっしゃるママのためにコーディネートを考えてみました。で、特にね、神社にお参りに行ったりとかするじゃないですか、三が日とかね。で、その時にいいんじゃないっていうコーデを考えてみました。もちろんそういうね、あの初詣以外の時も OK。 ではご紹介したいと思います。これはね、先日 GU で購入してきました990円のセーターです。でね、これちょっとオフホワイトを購入してしまいましたけど、黒もありましたので、できれば黒とかの方がより、汚れないで済むかなと思います。ただね、お子さんがいらっしゃる場合、できればね、黒っぽい色よりも明るい色をね、着ていただけると嬉しいなと思います。ね、990円ですから、何だってね、あの汚れたら汚れたなりに洗って、それこれそんなに毛羽立つ感じもしませんし、洗ったとしてもね、毛玉ができるような感じではないのでいいんじゃないかなというふうに思います。はい、そしてね、こちらユニクロさんの1990円で購入しましたこのイージーパンツ。これね、何がいいかっていうと、あのラインもすごく綺麗なんだけれども、伸びる感じ、はい、伸びるからちょっと遮断で、何かね、お子さんの落としたものをこう拾ったりとかっていう時もイージーなわけ、名前の通り、はい、そういうわけでこれはね、おすすめ。特にね、若いお母様になればなるほど、こういうフィットした美しいパンツっていうのを履いていただきたいなと思います。はい、そしてもう一つこちら、はい、これはね、何がいいかっていうと、あのもちろん洗えるっていうのもあるけど、プリーツがね、お子さんが触ったとしてもこのプリーツが取れないっていうところがまずいいところ。そしてね、柔らかくて触り心地ももちろんいいし、それからね、丈が長めなので、中に重ね着、要はね、ヒートテックなり短パンみたいなものの中に入ったってラインに出てこないっていうところがいいところ。それではじゃん、はい、できました。でね、これ普通に着ると丈が長いので、ね、片方をウエストに入れて足が長く見えるように、胴長さに見えないように工夫してみました。もちろん、あの後ろをね、中に入れて前を下がる、前を下げるっていうこともしてもいいし、はい、まあ、できたらこっちの方がね、表情がより豊かなんじゃないでしょうか。はい、で今私ブーツ履いてますけれども、これスニーカーでもいいの。ちょっとスニーカー履いてみるね。はい、こういう感じだから、例えば幼稚園のお迎えだったりとかね、ちょっとその後公園に行くなんていうようなことがあったとしても、ブーツじゃなくてもね、こういう感じで、はい、対応できるので、ぜひ、ね、小さいお子さんのいるママ、このアコーディオンプリーツとこの990円の GU のセーターコーディネートをおすすめしたいと思います。じゃん、どう？逆にこのセーターのこの長さがあるからね、割とこういうフィットしたパンツでもなんか気恥ずかしい感じしないでしょ。はい、で多分私よりも皆さんだとちゃんとお尻が綺麗に隠れると思うので、はい、あのね、イージーに足を動かしていただいて、お子様と一緒にかけっこもできるような状態のパンツです。色はこの色じゃなくてもいいと思います。確か春色のね、新色、なんかブルーだったりとか薄いピンクだったりっていうものも出てるので、春に向けて購入されて、この990円の GU のセーターと可愛らしいブルーとかピンクのパンツでお子さんに喜んでもらえるコーディネートになると思います。ぜひ購入しにお店に行かれてください。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。試着室はマジックボックス、スタイリストの五十嵐薫でした。最後までご覧いただきましてありがとうございました。どうぞチャンネル登録ポチッと&いいねボタンで高評価をいただけるとすごく嬉しいです。それではまた今年もどうぞよろしくお願いいたします。バイバイ。